This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は8月9日月曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかが少しでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。スイスとコロナ後の景気回復について話し合いました。新型コロナウイルスでバンコクとの自宅療養者が10万人に上っています。調査で日本の投資家の多くがタイの投資状況に自信を持っていることが分かりました。パタヤの観光再開は9月からさらに遅れる可能性が出ています。プーケットでスイス人女性が死亡した件で首相が遺族に弔意を表明しました。それではまず初めのニュースです。スイスとコロナ後の景気回復について話し合いました。フライト首相はイグナッツォ・カシス、スイス連邦外務大臣と会談し、公衆衛生、貿易、投資における2国間の協力に重点を置くことで同意しました。今回の会談は、イグナッツォ外務大臣がタイとスイス国交樹立90周年を記念し、プライト首相を表敬訪問した際に話し合われたものです。タイとスイスは両国の地元観光を復活させるための互いに努力することに合意し、新型コロナウイルスの感染状況が収まったら観光を復活させるため協力を強化する意向です。プライト首相はタイがより多くのスイス人観光客を迎えることを期待し、南部プーケット県での外国人観光客受け入れ政策プーケットサンドボックスのもと、スイスの人々をタイに招待したいと述べました。またプライト首相はスイスのワクチン接種政策を称賛しました。タイはメッセンジャー RNA ワクチンの開発の技術と専門知識の交換及び東部経済回廊にワクチン製造工場を設立するための投資を奨励するなど、スイスと協力していきたいと強調しました。首相はタイはワクチンを生産したい企業を支援する準備ができていると述べています。次のニュースです。新型コロナウイルスでバンコクとの自宅療養者が10万人に上っています。新型コロナウイルス感染症対策センターによりますと、バンコクとでは新型コロナウイルスの感染者増加が続いていますが、比較的軽症などの理由で自宅療養となっている人が8月5日の時点で約10万人に達しました。新型コロナウイルス感染症対策センターの広報担当は5日、保健省健康サービス支援局が規則を改めて、個人が自らの検査のために抗原検査キットを購入できるようになったと説明しました。食品医薬品局はこれまでに19に及ぶブランドの検査キットを承認しており、今後さらに多くの検査キットメーカーが承認を求めるものと予想されています。またバンコク都庁はルスイト地区内のヘルスセンター内に、新型コロナに感染し家族との隔離が必要な3歳から14歳の子どもを世話するセンターを開設しました。このセンターには医師、看護師、保健師、ボランティアなどが常駐し子どもたちの世話をします。感染者の容態が悪化した場合は直ちに病院に搬送する体制も整っています。
保健省によりますと、6日の朝の時点で過去24時間の新型コロナの新規感染者数と死亡者数がそれぞれ過去最多の21,379 人と191人になったと報告しました。感染者のうち484人は刑務所内での感染が確認されています。累計感染者数では714,684 人、死亡者数が5,854人となっています。次のニュースです。調査で日本の投資家の多くがタイの投資状況に自信を持っていることが分かりました。日本貿易振興機構 JETRO の調査で、日本の投資家の大多数、調査の回答者の 60% 以上がタイへの投資に自信を持っていることが分かりました。タイ工業団地局のウィリート局長によりますと、 JETRO は日本人投資家がバイオ循環グリーン経済 BCG 経済への投資を促進する政策に高い関心を寄せていることを明らかにしました。 JETRO の調査の回答者の半数以上がバイオ循環グリーン経済に関するメリット、特に再生可能エネルギーや省エネ製品からの電気や蒸気などグリーンエネルギー関連に依然として強い関心があると指摘しています。タイ工業団地局が発表した JETRO の調査では、日本はタイの工業団地への最大の投資家であり、工業団地への投資の 37.36% を日本からの企業が占め、これに続いて中国 8.1%、 アメリカ 6.79%、 シンガポール 6.78%、 台湾 4.11% となっています。ウィリート局長は、新型コロナの発生は国際輸送に影響を与えており、タイ国内の製造業者からより多くの部品や機械などが使用される可能性があるとして、国内生産の需要拡大に期待を寄せています。次のニュースです。パタヤの観光再開は9月からさらに遅れる可能性が出ています。東部チョンブリー県のチョンブリー観光評議会は、パタヤ市での新型コロナウイルス感染率が依然として高いため、観光再開計画を延期する意向であることを明らかにしました。タネート副議長は、現在の新型コロナ感染拡大の波が、プーケットやサムイ島の観光再開計画に影響を及ぼし始めていると述べています。チョンブリー県が計画通りにワクチン接種による集団免疫を獲得できない場合、パタヤは予定通りに観光再開ができない可能性があります。現在のパタヤの感染状況はアンダマン海諸島の状況に似ており、地元観光客は封鎖命令によって県を越えての移動が制限されています。南部プーケット県はワクチン接種を終えた人などいくつかの条件を課しながらも外国人を検疫隔離なしで受け入れを再開しましたが、初期段階での厳格な予防措置と需要の低迷により多くの店、レストラン、娯楽施設が閉鎖されたままであり、外国人旅行者がプーケットへの旅で二の足を踏んでいます。一方、プーケットの外国人旅行者が国内線欠航の影響を受けています。プーケットを旅行中の外国人が感染対策の制限強化措置で足止めを食らっていることから、3日から特例として外国人をプーケットからバンコクのスワナプーム国際空港にバスで移送することになりました。プーケットを訪れた外国人は一定期間が経過するとプーケット以外の観光地などを訪れることが可能ですが、感染拡大抑止のため国内では航空・旅客サービスが停止され、思うように移動ができなくなっています。ナロン・プーケット県県知事によりますと、月曜日、木曜日、土曜日の週3回のこのバスサービスは、料金が1人1500バーツで、8月16日まで続けられる予定です。次のニュースです。プーケットでスイス人女性が死亡した件で、首相が遺族に弔意を表明しました。南部プーケット県中央部ビチットにある青四滝の近くで8月5日午後に、スイス連邦議会の職員である57歳のスイス人女性が遺体で発見され、警察が他殺の可能性があるとして捜査していることについて、プライト首相がこのほど
女性の遺族に哀悼の意を伝えました。警察当局は犯人特定の手がかりを得るために入国後の女性の行動に関する情報を公開しました。それによりますと、女性はプーケット観光再開プログラムの下で7月13日に空路でプーケット空港からタイに入国し、2週間後に南部クラビー県を訪れて再びプーケットに戻り、8月3日に青四滝の位置するエリアに向かったことが判明しています。このため警察は女性が3日の段階で何者かに殺害された可能性が高いとみて捜査を進めています。警察関係者の話によりますと、警察では地元民の男性が事件に関係している重要人物だとして話を聞いているとしています。この男性は元キックボクサーで、昨年違法薬物の所持で逮捕されるという前科があるとしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。スイスとコロナ後の景気回復について話し合いました。新型コロナウイルスでバンコクの自宅療養者が10万人に上っています。調査で日本の投資家の多くがタイの投資状況に自信を持っていることが分かりました。パタヤの観光再開は9月からさらに遅れる可能性が出ています。プーケットでスイス人女性が死亡した件で首相が遺族に弔意を表明しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.